皆さんこんにちは。桜散る季節、今日は何の日ですか？4月1日、エイプリルフール。僕の逆襲が始まります。僕の目に映る全てのもの、人、虫、桜、全てのものを驚かしてきます。で、今日僕のサポートをしてくれる方呼んでます。じゃあ今日はね、もう完全に小宮さんの味方ということで、ありがとう。やりましょう、逆襲をついに。僕のチーム唯一の味方である俊介に協力してもらってやっていきます。さーて、何しようかな、誰を驚かそうかな。あ、食堂にいるやつを驚かしちゃおしてやろうと思ったんだけど、スパイドしちゃってもんね。そう、今までヒコにたくさんやられてきたから、ペアになってやってやろうと思った。どうでしたか？なんか立つったけど何してんの。まあ、1回目だ、次は行ってみよう。長野さん入れよう、2人で。長野さん入れるよ。入れて入れて入れて、うわー、
マジで。マジで。マジで。おい、ちびちゃん。何？ちびちゃん。今日は何日ですか？何日ですか？今日は何日ですか？あ、今日。4月1日か。はい。おい、マジでびっくりした、俺マジで。ね、逆襲するために、1年間この日のために生きてきたんですよ。いや、マジでびっくりした、ほんま。何かと思ったわ。大成功。いや、もう今でも心臓ボカした。びっくりしたよ。ありがとうございます。びっくりしたわ。ほんまだけど。これは嬉しい。これは嬉しい。マジかよ。1年間この日を楽しみにしたんだよ。マジか、びっくりした。今日は小宮の逆襲、マジで奴を驚かせるためにやってきたんだよ。どうでした？いや、ただただびっくりしました。ドッキリ大成功、やったしゃー、やった、これやった、ワンチーム、ナイスナイス、ジュータナイス、さあナイス、ナイス、ジュータナイス、ジュータの味方だからな。はい、もう皆さんを驚かし終わった後後ということで、驚かし終わった後ということで、興奮しまくってるね。もうすごい嬉しい。皆さんどうでしたか？いや、俺はマジでびっくりしすぎて、ほんま心臓止まったかと思った。いや、もう何があったかと思った、ほんま。驚かし終わった後、もう清水さんもうやばい、怪我したと思った。やったと思って、びっくりした、ほんま。やつどうでした？いや、まさかトイレにいると思わなかったね。あ、トイレやった、はい、俺物質だね、トイレ。いや、ちょっとたまたま、なんか、しゅうすけ、トイレ行くんですかみたいな、すごい聞かれたから、トイレ行くよって言って行ったら、まさか、コメさんいて、めっちゃびっくりしました。いないところにいるはずが怖いよね。めっちゃ怖かったです。飛行、どうでした？もうね、すごい、驚こいた。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 え、今のはどこで？僕、食堂です。あ、食堂ね。食堂ね。ふらっと、帰りやる。ふらっとね。そう、まあいろいろもう1年間この日のために僕は生きてきたので大満足です。あ、いつもでも弱くない？ちょっと驚かすだけって、驚かすだけって引っ張られてる。驚かしに引っ張られてる。驚かすだけってだから弱ない？いやいや、もう去年はだって何もしないっていうのがドッキリだったよ。はい、何もするようでしないっていうのドッキリで、カメラだけがしか、あのね、あれ入ってきて一番怖いんだよ。みんな見てる、なんか何をしたんだって話しかけても何も言ってくれない時一番怖いということでね、本当にもう大満足です。はい、応援ありがとうございます。今週から試合やりますので、ぜひ応援してください。せーの、パンサーズ。OK です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こんなスムーズいって何かあるんじゃないかってずっとねドキドキしてるから、まだ満足してないから、まだ満足してないからな、まだ満足してないからな。よっしゃ。
はい、ということですね、今日はドッキリを、はい、わざと受けるということで、はい、僕ら全員知ってたんですけど、知ってました、はいはい、あのその上で驚くってなかなかあの逆に楽しかったですね。楽しかった、はい、小宮さんだけが、小宮はもう信じ切った、ね、信じ切った、俺たちはほんまに知らない体でしっかりと1年間の逆襲ができたっていう、うん、もう嬉しさでそのまま食堂に行ったんで、うん、気持ちよくご飯食べてくれました。はい、僕らだけがドッキリを仕掛けられるってことを事前に知った上でちゃんと驚いて、ね、リアクション撮ったり、リアクション撮って、はい、あんなカメラがねここにいるのに分からないわけじゃないですよ。でもまあちょっと分かるわけで、うん、そのドッキリ逆ドッキリ、だってあの誘導の仕方をめっちゃもうスムーズすぎました。難しいですよ、そんなスムーズにいくわけやるさん払いたいみたいですけどもしもし賭けやなって感じが、そんな上手いこといくわけがないわけがない。でもまあ、小宮さんがね、気持ちよくドッキリ仕掛けられたんで、このドッキリは成功かなと思います。この動画を見て、小宮さんが僕に逆にドッキリ仕掛けられたんだと気づくんで。僕ら今も今まで知らない、知らないんで。この動画があった時に知る、初めて知るから、はい。もうめちゃくちゃ。はい、今日は本当にありがとうございました。で僕らはですね、あの驚く特殊な訓練を受けてますので、良い子の皆さんはあの驚かす時にはよく注意してもらって、はい、よく気をつけてもらってやってください、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。